本日も茂木さんにお越しいただいております茂木さんよろしくお願いいたします皆さんこんにちはそしてこんばんは徳永茂です本日もよろしくお願いをいたします茂木さん現在は9月定例市議会の会期中ということでしたよね 2>,、えー、2日に開催をいたしまして、えー、閉会が21日なんですけども先週はあ市議会の皆さんから様々なご質問をいただきました 新型コロナウイルス感染症や原油の価格物価高騰対策をはじめ地域公共交通スマート自治体観光振興など幅広い分野にわたってご質問をいただいたわけでありますけれども本日はその中から子どもたちの教育や支援についてお話をさせていただきます。 子どもたちの教育や支援ということですが学校も2学期が始まって二週間余り経ちました夏休み明けの学校生活へ気持ちの切り替えが難しい子もいるんだというふうに聞きますが 2>,、うんまあ、2学期が始まるのは嫌だなと思った記憶は誰にでもあるんじゃないでしょうか私もそうでしたナナさんもそうだったでしょうありました、はい、まあ夏休みを含めて、まあ、長期の休み明けですよね 児童生徒を取り巻く生活環境が大きく変わりますので子どもたちにとって特にさまざまな不安や悩み抱えやすい時期です悩みの解決なんですけども個人の気持ちや考え方にもよりますけども個人の力だけではどうにもできないことも多々ございますそんな時に自分一人で抱え込まずに相談できる窓口があるよっていうふうなことをまず知って 置いていただきたいなというふうに思っています茂木さん例えばどのような相談窓口がありますか、えー、今治市の青少年センター悩み相談室やいじめ相談ホットラインのほか県やそして国相談、ま、窓口を開設をしておりますまた学校なんですけどもスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー ハート何でも相談員さんがいらっしゃいますので心配事やご不安を抱えた方はぜひ相談をしてみてください今後市内の児童生徒に1台ずつお渡しをしておりますタブレットこの端末のトップ画面に相談先がすぐ分かるようなアイコンも表示をさせていただく予定です将来的にはタブレット端末を使って相談ができる体制整備の検討もしてまいりたいと考えています 誰かに話しただけでも気持ちが楽になること、まあ、これは大人の皆さんも同じですね、まあ、相談は何も恥ずかしいことではありませんから、何かあったら、まずは気軽に話してみていただきたいと思います。さあ、続いてもお話を聞いていきたいと思いますが、次の話題はいかがでしょうかえ次はですね、えー、放課後児童クラブについてお話をします。えー 共働きなどによって保護者が昼間家庭にいない小学生を預かってくれるのが児童クラブ現在、何人ぐらいの利用がありますか市内には32の児童クラブが設置をされておりまして1459名の児童が利用しています。 児童クラブに入りたいのに入れない。まあ、そういうようないわゆる待機児童もいるでしょうか。うん現時点でですね、えー、市内には二十四名の待機児童がいるとお聞きをしております。学年別でありますが、小学一年生がお一人、そして二年生が六人、三、えー、年生が四人、四年生が十二人、五年生がお一人となっています。 茂木さん、小学四年生が多いなと思います。<う>これは何でなんですか。まあ、児童クラブは低学年から優先的に。 まあ入ることができ、というかまあ、受け入れられております。また、あの学年が上がるにつれて、習い事やスポーツ、クラブ、学習塾などを利用する方も増えておりますので、4年生の待機が多いという風うな状況のようにまあ、結果としてなっているのかなと思っています。まあ、現在の児童クラブは小学校単位で設置をしております。けれども、児童クラブに入りたい。皆さんが待機することなく、ご利用いただけるように。まあ、次年度以降校区をまたいだ。域で での受け入れが可能となる新たな児童クラブの開設を目指してるんですねまあ今の時代共働きなったりひとり親のご家庭も増えているので、まあ、児童クラブのニーズはおのずと高ままっていいると思いますまあそのことは大変あの認識をしておりまして、まあ、先般もあの愛媛新聞で松山市の事例が取り上げておられました。まあ、今治において全てのクラブで 入所申し込みの際には保護者と面談を行っております、まあ、非常にあの丁寧な対応をさせていただいておりますけれども、まあ、今後は潜在的なあの保護者の皆さんや子どもたちのニーズを把握をするためにアンケートを実施をして入所希望者の取りこぼしがないようなクラブ運営を進めてまいります。また 児童クラブの関係者や子ども・子育て会議などでいただいたご意見も参考にしながらこれまでどちらかと言いますと遊びと生活の場でありましたがこうしたものに加えまして教育委員会の皆さんとも連携をしながら学びと体力の向上にも取り組んでみたいと考えています。 児童クラブでは学年が違う友達ができたり子どもたちにとっては学校生活とはまた違った学びの場でもああるんですよね。さ続いてのお話も学びの場に関することですが。 次はあの県内でも非常にこう注目をされております、県立高校の再編についてお話をさせていただきます、はい、私もニュース、新聞など見ましたが、愛媛県教育委員会が県立学校の再編整備の計画、案についての発表をしていましたよね。 まずですね、この計画案が示されております。でこれで全てが固まったという風なわけではありません。パブリックコメントや地域においての説明会、さまざまな意見を踏まえて、 これから成案になっていくというふうな認識でいていただければなというふうに思っています、まあ、今治市においての最大の懸案事項はあ今治西高博多分校と今治北高大三島分校のまあ存続でありました今回の計画で示されておりますのは令和8年度からあ過小でありますけども島並海洋高校として学校 がまま新設をされるとといいう,うなことでございますで大きなポイントなんですけども両分校が博多キャンパス大三島キャンパスとしてえ生徒がそれぞれのキャンパスを利用していただく高校生活を送るというふうなことがですねまあ、大きなポイントですこのキャンパス制なんですけども、まあ、県内では初の試み取り組みと聞いてございます。 軍港の存続に向けてこれまで多くの皆さんの取りり組みがありましたよね、えー、博多・大三島両地域の皆さんが対策協議会を立ち上げていただいて教職員の皆さん生徒の皆さん地域の皆さんが募金活動、教育生活環境の改善 文校の魅力,魅力の発信等々一生懸命取り組んでいただいてです、ね、この熱意を今治市としてもしっかりと受け止めて子どもたちの学びの保障としてオンライン学習の導入など様々な支援をしてまいりました地域学校行政が一体となって活動し結果として志願者の増につながったというふうなことをご評価をいただいたのかなというふうに思っておりまして存続活動に懸命にご尽力をいただいた皆様にあめ 改めて感謝を申し上げる次第です生徒の皆さんが自分たちの学校の魅力を積極的に発信する活動をしていましたよね私も当初部の学校だからこそできる体験も多くあるんだなと思いながら拝見していました、えー、ここから先はですねこの新設される学校を 地域にとって魅力ある高校にしていくことが必要なんだろうと思ってるんです、えー、先ほど申し上げましたように一、えー、つの指針は県教育委員会から示されましたでもそれを受けてどうしていくのかというふうなことはまさに私どもの地域がどう考えるのかそしてどう行動していくのかというふうなことなんだろうと思うんですね、えー、今治市といたしましては地域の皆様と思いを一つにして地域から愛されて そして地域が一,一緒になって歩め,る歩めるような高校となるように、まあ、県との橋渡し役を、まあ、しっかりとあの果たしてまいりたい、まあ、県立学校だからあ県教育委員会にお任せをしますよというふうな立場でないというふうなことははっきりと申し上げておきたいと思いますその他にどのような案が示されたんですかえー、今治西高本校なんですけどもこちらの方には国際化の設置。 そして東の中東教育学校ですね、こちらの方はスポーツコースの設置、えー、今ある資源をさらにまあ高めていこう、魅力化をしていこうというふうなことが示されてございます。まあ、今後、市民の皆さんのご意見も頂戴をしながら、子どもたちの未来を開く魅力ある学校作り、そして環境作り、まち作りにしっかりと取り組んでまいります本日も茂木さんにお越しいただきままししたた木さんあありりががととううごござざいいいはました。